麻生方言と噛みついたけれど、頼りの中国にはしご外され。麻生太郎財務相が日本の新型コロナウイルスによる死者が少ない理由について民度が違うからと発言した件で、日本のメディアは、波紋を呼びそうな発言などと麻生氏のたちの悪い方言と批判的に報じた。安倍政権、自民党には何でも噛みつく立憲民主党副代表は閉めた、と膝を打って。あなたはどれだけ偉いのでしょう、麻生大臣。国籍を問わずコロナ感染症で亡くなった方、そのご家族のお気持ちに寄り添わず。民度の違いとの認識を国会で披露。日本の財務大臣発言として海外に発信されてほしくないととくとくと無礼さを責めた。ところが、副代表がどこよりも親近感を持ち、その国のツイッターにまで投稿している中国のネットでは、賛成。日本人の民度は確かに高い。これは事実。彼は正しいことを言っていると思う。日本国民の民度は世界最高。納得。これは文句の言いようがないなど、多くが麻生氏の見解を全面的に支持している。また、ウイルス対策においては、国民個人の団結と協力が最も重要な要素。日本人はほとんどがきちんとした教育を受けてきているから民度は高い。日本人は他人に迷惑をかけたがらないし、清潔だからといった声も上がった。一方で米国を指して、民度が命を救う。じゃあ、米国は。米国の民度は低いと言っているようなものなど。世界で最多の感染者、死者を出している米国を揶揄するコメントも少なくない。今の米中険悪が背景ならうなずけなくもない。これには勢い込んで麻生発言を非難した日本共産党と北朝鮮シンパは当てが外れただろう。中国命の女性副代表、麻生方言やったね、と踊り上がりツイートしたものの、見事にはしご外され、足元を救われた様子。当の麻生大臣、翌5日の閣議後、新型コロナウイルスによる死者が欧米諸国より少ないことに関し、民度が違うと前日の参院財政金融委員会で発言したことについて貶めるという話とは違うと述べた。強制力のない外出自粛で感染を抑制できていることを誇るべきだとの見解だったとしらっと釈明した。踊り上がった人を横目に、お人の悪い。お聞きいただき感謝申し上げます。